運命のやけど、野口英世の一生。野口英世という人がいますね。子供の頃から家が貧しく、父親はいつも家からお金を持ち出して働かない人だったそうです。一方、母親は夜は12時前に寝たことがなくて、朝は4時以降に起きたことがないくらいに、朝から晩までずっと働き続けで、子供だった野口英世を5メートルくらいの紐で柱に縛り付け、ハイハイできる状態にしておいて畑仕事に出ていた。帰ってくると猛烈な勢いで野口英世が泣いていたので、どうしたんだろうと母親が駆けつけると、いろりの炭火の中に手を突っ込んで焼けただれて溶けてしまって、指がくっついてしまった。でも英世が中学の時、ある先生に手術して切ってもらうんです。それから指が動くようになった。医学というものはすごいと感動した英世は、その先生に頼み込んで書生となります。今ではありませんけど、医者の下で書生を6年間やると国家試験を受けられるという資格制度がありました。800人の受験生が受けて、通ったのはなんと2人だけです。英世は見事それに通った。でも大学の医学部を出てるわけではないので、配属された病院で非常に嫌がらせを受けたんです。3年半の間、北向きの部屋で看護師もつかず、助手もつかず、世界から送られてくるフランス語、ドイツ語、スペイン語、ありとあらゆる文献を全部訳すように命ぜられて、朝から晩まで誰とも口を聞かないで、ただひたすら翻訳するという毎日が3年半です。その3年半ずっとそういうことをやっていたら、たまたま日本の京都、奈良で国際学会が開催されることになりました。その時、アメリカ、ドイツ、スペイン、フランスの全部の文献を読みこなしていて、その博士たちの研究内容と業績を知っている人間が日本にいないかということで、日本中を探し回った時に、なんと3年間文献を訳し続けている人間が一人いるということが分かった。それが野口英世だった。そして世界中の有名な学者たちを連れて京都、奈良を案内することになった。ある学者が、野口君、君はすごくよく勉強しているね、君もっと本格的に医学の勉強をしたいんだったらアメリカへ来たまえ、私の研究所で使ってあげるよ、と言ったんです。翌々日、英世はすぐに辞表を出して船に乗り、2ヶ月かけてアメリカのロックフェラー研究所へ行きます。そして英世は、先生がそういうふうにおっしゃったので、私は辞表を出して先生のもとに来ました、と言うと、
そんなことを言ったかね。私は世界中の若い学生にそういうふうに言っているんだ。それを真に受けたのは君が初めてだ。働く場所はないから帰りたまえ。日本に帰りなさい。って教授が言うんですよ。そんなこと、私は故郷を捨てて、職も捨てて、やっとの思いでここまで来たのに。と言い争っているその時、たまたま研究所の研究員が毒蛇に噛まれて大騒ぎになった。慌てた教授が部屋を飛び出す時にパッと振り返り、野口君、君は毒蛇を捕まえたことはあるかね、と聞いた。秀代は毒蛇を捕まえたことはなかったんですが、あります、大丈夫です、と言った。そうか、来てくれ、と言われてドアを開けたら、毒蛇が鎌首をもたげている状態だった。その時に秀雄は本当に命を懸けたんだそうですね。もしこの蛇を捕まえることができたら、で、それで見事に捕まえた。それを檻の中に入れて振り返ってみると、その教授が柔らかい態度に変わっていて、野口君、この血清の部屋にいた男が退院するまで、君は臨時にここの職員にならないか、という話になった。神が助けてくれた。そういう現象を起こしてくれたんですね。それで秀雄はその研究所で3ヶ月臨時代用の職員をしているうちに、ものすごく研究熱心で、ものすごく我慢強くて、ものすごい男であるというのが分かって、正式に職員に採用された。そこから血清研究の第一人者になったんです。神から与えられた一つのステップで、質問の話に戻りますね。子供の頃、テンボと呼ばれていた指がくっついた原因は、いろりの中に手を入れたことだった。それが野口秀代の将来を決定づける運命の火傷であった。その結果、指がくっついてしまったけれども、もしこの現象、この出来事がなければ、野口秀代は存在していなかったんです。だから私は、仮に自分の子供の体に火傷の跡ができて、それが残るようなことがあっても、それを恨むんではないよ。将来の自分に対して、何かがそこで展開していくための一つのステップを神から与えられたんだから、それがわかるまでは簡単に結論を出してはいけない、と子供に教えようと思います。でも本当はね、もしこんなことが起きたら、なんて考える必要はないと思います。神の承諾のないことは
起きないんですよね。